皆さんこんにちは、スロースです。 YouTube チャンネル見てくれてる人の前で喋る動画を上げるっていうのが久しぶりなんですけど、ミュージックビデオとかなんやかんや、見てくれてる人、応援してくれてる人たち、ありがとうございます。で、今回は新曲すれ違いをリリースしまして、今までミュージックビデオの裏側とかで、それに出てもらってる人たちと喋ったり、そういうオフショット的なことをやったことなかったんで、せっかくなんでこの2人をお呼びして、なんやかんや楽しく話していきたいと思います。ということで、ミュージックビデオすれ違いに主演していただいたこちらのお二人です。どうぞ。すれ違いのミュージックビデオに主演していただいた主演していただいた小林亮太くんとまりなちゃんでーす。少し背伸びして探す君の後ろ姿、いつも通り15分遅れでも会えればそれでよくて、はぐれないように追いかけなきゃ、近くて遠い君の背中、友達といるのとは何か違う、モヤモヤした気持ちが交わり合う。はい、今回は、2人とも来ていただいてありがとうございます。友達じゃないのに恋人。緊張してます。なんでニヤニヤが止まんないな。じゃあいいよ。ならそれ全然いいです、全然いいです。で、今回楽曲のねテーマ自体はお互い好き同士なのに気持ちが伝えられなくて、友達以上恋人未満の2人がすれ違ってしまっているっていう内容なんですよ。その2人を熱演していただいたわけですけど、りょうたくんそんな経験あります？ない。え嘘。いやでも友達とかだったらあるかもしれない、うんうん、僕高校の時に友達、まあ結構男子が仲良くて、はいはいはい、で修学旅行に行ったんですね、うんうんうん、まあ、好きな女の子がいると、うん、で僕らからすると2人はすごいいい感じなんですよ。周りから見てると、ね、周りから見てると、いや2人絶対行けるって。あ、それわかる。でしかもそれを修学旅行でちょっと気持ち伝えたいって言って、うん、いいじゃん、最高じゃん、めちゃめちゃいいじゃんっつって、ホテルのそのまあちょっと景色がいいところに呼び出して伝えたいと。すごいロマンチック。ね、ね、いやで俺らもドキドキしちゃって、うん、でもまあちょっと先生の目をちょっとかいくぐらなきゃいけないみたいなのがまあありまして、うわ青春すぎる。でみんなでそのうまくサポートして彼女のところまでうまく持ってったんですよ。おう。でも俺らも行けると思って帰ってきたら、うん、ちょっとまあ切ない雰囲気になってて、うん、あれどうしたって言ったら、うん、いやちょっとなんか受験があるからやっぱ今は恋じゃなくて勉強したいみたいな、やっぱ友達で仲良くいたいって言われたって言ってて、マジウェーイってなって、さなんかみんなでもったいねー。この動画を見てる皆さん、受験より恋の方が大事ですよ絶対に。マリナちゃんはありますか？マリはでも中学1年生くらいの時に、うんうん、同士だったんだろうけど付き合わなかったっていうのはあります。え、じゃあもうまさにこれじゃん。そうそうですえ、なそれなんかデートみたいなのあったの？いや、ないです。なんか電話とかいっぱいしてて、うわで、なんかうわなんかいつの間にかしなくなったみたいな気持ちを伝え合う前に、うん、自然消滅じゃないけど、そういう時ってこう男から行くべきなんですかね。難しくないですか、僕ら男側からすると。男から来てほしいです。そうだよな、難しい。なんかどうなんだろう、そうだよな、見てる方がどっちが多いか分かんない。これでも、うん、ミュージックビデオ撮影中に、はい、僕と亮太くんでちょっと話して、うん、あの状況で気持ちを伝えない男はどうなんだみたいな海辺でデートして、うん、花火も見て、うん、観覧車見える橋で、うん、2人でめっちゃいい雰囲気になって、うん、それでも伝えないってどんなだよみたいな。りょうたくんは伝えるタイプですか、待っちゃうタイプ？伝えたいと思います。おお、待てない方だと思います。わかんないけど。え、イケメンじゃないですか？いやいや普通にイケメンじゃん。悩むんですけど、普通にイケメンじゃん。好きになったら伝えたい方かなと思います。うわ、ずる。いやいや、もうこの曲の当本人は、いやいや、そろそろどうなんですか？僕は、まあ、ありましたよ。やっぱ基本的に僕、俺、曲は実体験で作ってるから、ありましたね。うん、静岡の白浜って海、はい、で、夏の期間、花火上がってるんですよ、うん。で、浜辺で花火が見れるっていう。だからもう超ロマンチックなわけ。うん、いいですね。付き合ってない女の子に誘われて、うん、で朝から行って、うんうん、で海行って花火見て、しかもお泊まりだったんですね。旅じゃん。
あら、あらって感じじゃん、ね、これはもうマジ教育しかないなと思って、うんうんうん、でまあ朝5時半ぐらいから行ってたんですけど、でホテル着いてやっべちょっと眠いなと思って、うん、ちょっと俺一回横になるわって言ってベッドに横たわった瞬間もう次の日だったんですよ。やらかしたんですね。そう、そういうこと。もう終わりました。それで、もうその子はもう結婚して今幸せになってます。ああ、もうおめでとうございます。そういうのが、いや切ない、あったっすね。切ないし、俺がバカだよな。本当に。うんって言われちゃって。で今回、まあ、楽曲自体は切ないラブソングになってるんですけど、まあ、ミュージックビデオの撮影自体はかなり楽しかった。それぞれ、まあ、俺ら全員初めましてだったりとか、第一印象とか何か変わったとことかあるので、男性陣に対して、小林くんは、うん、最初ちょっと待って、どうした？緊張してんだな、この緊張感。ちゃんと喋れない。いや、わかる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 。そう、なんか会った時は、うん、すごい大人って感じだから、うん、全然釣り合ってないしやばいなって思ったんですけど。ああ、恋人役として、うん、うんうん。でもなんか意外と動画見てたら結構イケてた。本当かよ。ね、はいはい。スロスさんは、うん、最初めっちゃチャラくてすごい遊んでそうな感じなのに、うん、なんかロケバスとかで喋った時は、うん、割と真面目。めっちゃ上からや。割と真面目。うん。でどうですか、マリ、どうですか。マリちゃん若いなって思ってたこと逆です ね、 ね、 だよね、大人って思ってた。ああ、確かにね、確かに若くなった気分。それで多分、あれで映像に映ってる。これ、ね、若く映ってるのかな。ちょっと待って、怒られますよ。二十歳で若くなった気分。怒られますよ、あんた。いや、だって。僕、どうですか、どうですか、怖いです。どんな平和面みたいな感じで、最初、来るんだろうと。ちょっと怖い感じというかね。うん、パンチの効いた感じなのかなと思ってたら、まあ、朝からすごくご丁寧な。大丈夫かな、スロスさんすげえって思いました。大丈夫かな、すごい僕好感度が上がりました。あ、本当ですか。すごく、あ、よかった。キャラが逆にどうですか、僕ら2人は。いや、なんか第一印象は、うん、いや、えらいイケメンとえらい可愛い子来てくれたなって思ってそのミュージックビデオとかで、うん、要はセリフとかがないじゃないですか、うん、で2人とも全然明るいし、うん、で今回やっぱ切ない内容だから、うん、どんな感じになるんだろうと思ってたら、いや、もう最高でしたよ、本当に。りょうたくんは、まあ、俺 LINE もしたんすけど、うん、橋の上の去っていく時のあの表情、もう一番最後の、うん、あそこはマジで泣ける、はい、あれは同じ男でもちげえわ、格がちげえわって思った。あ、いやいや、よかったです。いや、すごい、あれは本当すごいっすよ。若干涙目みたいな感じなんで、ね、そうそうそう、よかったー。ほっとしました。ほっとした。で、まりなちゃんは、なんかまあ、ディレクターのね、いたでしょ、撮ってくれてる人、はい、うん、の指示にもすごい一生懸命ながら、もちろん演技も最高だったんですけど、うちのマネージャーがね、オフショットを撮ってたんですけど、はい、ニヤニヤ、ニヤニヤ、ニヤニヤしてたじゃないですか。そう。パパだった、本当に。子と親みたいな感じ。そう、そう。でもそれぐらい、もうオンからオフまでめっちゃ可愛かったです、ね。いや、だからこのメンバーでマジで良かったなって本当思った。いや、嬉しいです。こんな感じの3人が、ミュージックビデオ撮影の裏側結構いろんなことがあったじゃないですか。やられましたね。なんか印象に残ってることとか、あるですか？お祭りのシーンを僕ら撮ったじゃないですか、はいはいはい、でも実際にあるこうお祭りに行かせてもらって、うん、でも浴衣をね、夏ということでまあ着させてもらったんですけど、うん、そう、それをまあこう着るための、まあ、準備部屋みたいなのを用意していただいてたんですけど、うんうんうん、まあ、そこのまあこう家主というか、うん、まあ、そこにいてくださったおじいちゃんが内容から夜更かしにすごい出てきそうな、あ、確かに確かに、すごく素敵な個性を持ったおじいちゃんに出会えまして、話せるのが嬉しかったんだと思うんだよね、多分ね、日本、うん、そう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 、で、あ、なんかの撮影の人たちなんだっていうので喋、うん、るのがすごい嬉しくて、可愛い女の子が来てくれて、お、しめしめと思っていっぱい喋りたいなと思って、で、俺はもうこのあれ面白いですね、そう、もうこのおじさんに対して俺はマリナちゃんのマネージャーさんってなってた
あ、うちのマリナもう本当あれなんで途中でスロスさんいなくなってからずっとマネージャーさんも帰ってこないこの人面白かったな。面白かったですよね。マリはでもすごい久しぶり、3年ぶりぐらいに浴衣を着たので、うん、それがすごいなんか着れて嬉しかった。普通に遊んでましたもん。そうだよね、そうだよね、普通に遊んでたよね。あ、射的もあった。あ、やったね。射的初めてやったんですよ、マリ、うん、人生で。で、それで、あのラムネが、ちっちゃいラムネが1個取れました。あ、うん、よかった。よかった。やっぱこれで気持ち伝えないってもう、わけわからんよ。これまだ序章ですから、でもこれ。まあ確かに。あと、TikTok 撮ったじゃないですか。TikTok 撮りましたよ。3人でもね、撮ったんだよね。3人もあります。やったら楽しくない？楽しかったです。ね。楽しいですよね。なるほどと思って。で、1人でできる？無理です。俺も。無理です。あとは、やっぱ浴衣着ての花火じゃないですか。うん、あれは花火良かったですね。雰囲気ありましたね。某所でね、見ましたけど、うん、俺は正直、うん、例えば隅田川の花火大会とか、うん、なんかそういうのいろいろあるじゃないですか。だからまあそれと比べたらまあ別に大したあれではないのかなと思ってたら、うん、ビビった。結構すごかったね。すごかったよね。ビビった。某夢の国とかだと、はいはいはい、まあ言ってもやっぱお客さんが多いから、うん、こう花火までの距離とかもあるし、まあ、近い距離で見ることがないから、うん、結構近かった。いや近かった近かった。だからあれがやっぱすごく良かったのと、音楽とのこう ねこれちょっとね、良かったですね。オフィシャルソングにしてほしいよ。あそこ、ね、某所のそこで撮ったんだから。そうそうそう。すごい隣で、うん、あれミッキーが出てこないって言ってたどういうこと？花火でってこと？なんか音楽と、うん、まあその花火が上がってる感じが僕の中では夢の国だったわけです。あ、夢の国に近い感覚で、でもなんかその、まあ、要は船とかも浮いてたんで、はい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 、あはって出てこないかなっていうことをずっと言ってた。ミッキー出てこないねって。しかもまあまあモノマネ似てなかった。あ、そんな話をしながら見てたんだ。しながら見てたね。あ、そうなんだ、うん、そんな感じで長い間一日撮っていただいたすれ違いのミュージックビデオということで、本当に2人ともありがとうございました。ありがとうございました。なんか最後にね、今回このチャンネルを見てくれて一言もらえると嬉しいんですけど、やっぱ僕自身こう音楽がもともと好きなんで、本当普段からいろんな音楽聴くんですよ、うんうん、まあ、ソロさんと話しましたけど、ドラゴンアッシュもそうですし、ソロさんも好きっていうところで、うん、なんかすごい僕は嬉しくて、いやいやいや、やっぱなんかそういう共通点のある中で、まあ、一緒に作品を作れて、はい、僕も嬉しかったですし、いいやつや、見てくださってる方にまあ曲の良さとなんかまあ僕らが一緒に撮ったその雰囲気が相まって伝わればいいかなと思いますので、ぜひたくさん見ていただけたらと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。なんすかいいやつやん。ありがとうございます。どうしよう。何をかなと、マリは演技系の動画に出るのが初めてだったので、うん、あんまり上手にできてるかは分かんないんですけど、できてるできてる。すごい季節感もちょうど今じゃないですか。そうね、夏から冬に変わるっていう、うんうんうん、だからちょうどその季節でちょうど切ない思いを抱えてる学生の皆さんとか、うん、見たらいっぱいリピートして聞いていただけたらなって思います。ありがとうございます。はい、ということで、今回お二人ともありがとうございました。本当にありがとうございました。皆さんすれ違い、ぜひぜひ、リピートして、聞いてください。ということで以上、スロースと広田とマリナでした。ありがとうございました。告白するんだぞ男子。そうだちゃんと言え。